バックストレッチ誘導員をかわす1番の山口です。さあ4番手外に7番の遠藤も上がってくる。残り600の鐘、7番の遠藤がそのまま前に仕掛けていくが、それを見て1番の山口もペースを上げる。7番の遠藤が前を叩いて、山口はこれを出させて中段キープを狙います。残りが1周、7番の遠藤の先行、2番手は2番の岡崎、3番手には9番の河合、4番手少し車間が空いた1番の山口、その後ろには5番の藤光、その後ろ4番の関根が続く形になってバックストレッチ。さあ7番の遠藤が快調なペースで逃げている。2番手は2番の岡崎、3番手は9番の河合、4番手1番の山口は車間が空いて苦しい。4コーナーから直線、遠藤が先頭、抜け出してくる2番の岡崎、かわしたゴールイン。2着7番の遠藤、3着